はい、こんにちは。ということで今日はですね、おしゃれ自転車といえばやっぱりルイガノさんですよね。そのルイガノさんのちょっとスピードを意識したクロスバイクということになっております。セッタ 9.0 ディスク見ていきましょう。子供の買い物にちょっとついていってたんですけれども、選ぶのがもう遅いじゃないですか。で最初こんな感じでこう待ってたんですけど、だんだんちょっとイライラしてきて、なんかこんな風な感じで待ってたら、パパ腕組むのやめてみたいな感じで言われちゃっていやいや、もうじゃあ早く選んでよとか思いながら、またこうやって待ってて、なんかずっとしてたらこんな感じになっちゃってる。また怒られるわけですよ、腕組むなんて。でもちょっとね、ちょっと僕もイラッとしちゃって、今度はわざとこんな感じで待ってたんですよ。だから案の定子供が、もうパパいい加減にして腕組むのやめてよとか言い出したんで、いや腕組んでないよ、揉んでるだけとかしたら、子供がキャーって今日ご紹介するのがセッタ 9.0 です。先日ご紹介しているセッタ 8.0、まあ、街乗りのおしゃれクロスバイクのちょっとお兄さん的な存在ということになっております。僕は勝手に言ってるだけですけどね。街乗りクロスバイクといえども、ちょっとスピードを意識しながら、ちょっといい装備で軽快に乗ってみませんかということですよ。本当この前までクロスバイクとか何もなくて、どうにかしてなんか仕入れたいとか思って調べてたら、1ヶ月後に入荷しますみたいになってて、いやいやいや、この装備で1ヶ月とか絶対ねえだろうとか思って、どうせ伸びて来年ぐらい入ってくればいいかなみたいな感じで思ってたら、なんと予定通り入ってきました。もうやっぱさすがルイガノさんですね。現物入荷してこう改めてこう確認してですね、いやこれならもう少し取っとこうかなみたいな感じで追加かけようとしたら、もうすでに納期23年とかなってました。23年です。まあ今の状況からしてこの装備であれば致し方ないと思いますので、非常に貴重な商品ということになっておりますから、まあ、ゆっくり確認してみてください。まあルイガノさんのこのロゴ見てください。もうアルミのフレームのちょっと太いところにバチコン入っております。かっこいいですよね。カナダのあのマーク、ルイガノさんといえばこのマークですね。これも入っております。フレームの素材はアルミですね。フロントフォークもアルミということになっております。ここにもこのルイガノさんのマーク入ってますね。このデザインの自転車に乗りたいっていう方は結構多いと思います。やっぱりもう昔からルイガノさんといえばおしゃれの代名詞みたいな自転車ですからね。カラーは4色です。こちらのマットブラック、スカイブルー、ホワイト、ライムということになっております。その他のカラーは、まあ、画面とこうねカタログでしか見ていないんで何とも言えないんですけど、やっぱこれマットブラック一択じゃないかなというふうに勝手に思ってたりします。サイズは4サイズ370、420、470、520ということで、150センチから195センチの方まで対応できるということなんで、結構身長が高い方にも楽しんでいただけるモデルですよね。今回は470のマットブラックを使ってご紹介しております。重量は420のサイズで 11.7 キロです。まあ、結構軽いですよね。で今からパーツの部分を見ていきますけれども、まあちょっとビビってください。ボトムブラケットも BBUN101 シマノさんになってます。ギアクランクもシマノさん TY501 ですね。3枚で48、38、28丁、ブレーキレバーシフター一体型になっているシマノさんに、フロントディレイラーがターニー、リアはアルタス、ギアは12丁から32丁の波数になっております。 3×8 で24段切り替えです。まあ、街乗りの一番オーソドックスな段数、ここまで全てシマノさんになっていて、こういう風に言っても実はチェーンはシマノさんじゃありませんというパターン結構あるんですけれども、これに関してはチェーンまでシマノさんということになっております。でブレーキも
油圧のディスクブレーキ、しかもシマノさんということなので、本当にシマノ尽くしの自転車です。で、足回りの部分を見ていくと、ハブがシマノさんになってます。またシマノさん出てきました。で、ステンレスのスポークにアルミのリムですね。タイヤは前転後型ですね。ちょっと刻みの模様の入っているタイヤで 700×28C ケンダさんのタイヤが使われております。最近のクロスバイクは 30C とか 32C、 ちょっと太めのものが多かったので、まあ、昔からあるクロスバイクの細めのタイヤというのが使われております。前後ね、こうフレームとかのもクリアランスは十分あるので、 32C はめようと思ったら十分はまるぐらいのクリアランスはあると思います。一応思いますってつけておきます。ハンドルバー幅は580で、ステムの長さは370、420で90、470、520で110ということなので、いつも紹介しているクロスバイクよりはちょっと長めの設定ですよね。サドルはルイガノさんオリジナルのシュッとしたサドルになっております。いや、ほんと島野さんに徹底的にこだわった仕様になっていますね。素晴らしい。そして価格がなんと72,600円ということなので、今の時代この装備でこの価格ならもうめっちゃお買い得と言って間違いないと思いますね。そしてですね、オプション関係も充実しております。泥除けはもちろん、フロントキャリア、カゴも付けれますし、サイドスタンドも付けれます。荷物が多いとか雨の日も走らなきゃいけないっていう方は、そういうオプションつけると本当使いやすい自転車になると思いますし、ギアクランクは刃がむき出しになってます。普通のズボンとかでパンツっていうんですか、そういうのに乗らないといけない方にとってはズボンの裾が挟まると嫌と思います。島野さんがちゃんとですね、こういったカバー出しております。簡単に変えれるようになってますので、普段着で乗る方はこういったのちょっとつけてみる、まあ、それもですね、本当簡単なので自分でチャレンジしてみるのも面白いと思いますよ。セッタ 8.0 とどう違うのか、スペックの方の違いっていうのを見ていくと、価格がですね7700円差なんですよ。セッタ 8.0 の方がそのぐらい安いということです。まあ、それによってフロントフォーク、こちらアルミでしたけど、セタ 8.0 はスチール、鉄ですね。ギアクランクがこちらシマノさん、 8.0 は SR3 ツアーということになっております。後ろのギアの端数ですね、 3×8 の24段っていうのは変わりないんですけども、一番小さなギアがこちらは12丁、セタ 8.0 は11丁ということになってますから、端数だけを見ていくとセタ 8.0 の方がトップスピードは出しやすい、維持しやすいということになると思います。で、こちらチェーンもシマノさんと言いましたけども、 8.0 はKMC のチェーンが使われております。で、こちらはハブが両方シマノさん、 8.0 は違うメーカーのものが使われております。タイヤの太さですね、こちら 28C、 セッタ 8.0 は 32C ということで、クロスバイクの今時のちょっと太めのタイヤが使われております。しかもこっちは黒なんですけど、 8.0 はカラーのタイヤなんで日焼けに弱いっていう部分がありますよね。以上のように見てきました、セッタ 9.0 ディスクですね。街乗りクロスバイクでありながらも油圧ディスクが使ってあって、もう本当にね、優しいタッチでしっかり止まってくれるのでめっちゃ安全だと思います。交通量が多かったり信号で止まらなきゃいけないことが多かったりする方にとってはこのブレーキいいと思いますし、しっかりしたシマノさんで爽快に街の中駆け巡れると思いますので、候補の中に入れてみてはいかがでしょうか。